利権の創屈ですよね。で、その利権の創屈を突き崩すなんてこと絶対しないわけですよ。石丸電機どうかって聞いたら、石丸電機はそもそも左翼ですからね、彼は。明らかに彼の考え方は左翼でしょ。外国人賛成権賛成って言ってる時点でもう左翼なんですけどね。頭パッパラパーのパ翼なんですよ、石丸電機っていうのは。で、そいつがね、利権に立ち向かう、馬鹿言うなっちゃ話なんですよ。秋高田市の、それで利権を崩すとか言って、あの、議会と喧嘩してたけれどもね、何も崩せなかったじゃん。 で、挙句の果てにね、同喝訴訟をやってね、同喝も何もしてない議員を同喝したって言ってですね。で、それが議員の方からですね、名誉毀損だって訴えられてるわけでしょ一審で、秋高田氏が負けたんですね。で、二審の方も負けたんです。もうこれで、最高裁はね、ほぼもうこれ負けが確定ですのでね。だから、石丸電機のせいでね、秋高田氏が、なぜ、なぜか知らないけどね、なぜか知らないけれども、秋高田氏が、 賠償金支払わなきゃいけない羽目になるんですよ。どうすんだよ、これ。てめえのね、尻ぐらい、てめえで不けえやっちゃ話なんですよ。自分がやったことなんだから、最後まで責任持てって言うんですけども、責任持ってないんですよね。で、さっと逃げてね。で、東京都知事選に出ますにだーってやってるっていうですね。そう、だから、ね、私もね、よくこんなの指示できるなーっていうのでね、意味がわからないんですよ。 んで、秋高田市のね、市民の人からね、こっちにメールが来たんですけどもね、今、市政混乱です。そりゃそうでしょうに。<laughs> あんだけ、秋高田市ね、こう、引っかき回してた石丸電機がいきなりね、市長を辞めたって逃げちゃったわけですからね、後釜決めずに逃げたって言うんですからね、混乱させるだけ混乱させて逃げちゃってどうする気よっていうですね、外国人賛成権賛成って何が言いたいんだこいつはというですね。だからね、皆さんもね、 聞けるんだったらね、石丸電機に聞いてほしいんですよ。あんた星ずらしてるけど、だってパヨクでしょっていう。外国人受け入れ賛成するんだったら、それパヨクですよと。